にちは、タックフットボールチャンネルです。今日はお買い物に行ってきたんで購入品を紹介していきます。じゃん、アディダスでお買い物をしてきましたので早速中見ていきましょう。HGAG 見ていきましょう。はい、この間アディダスがワールドカップの新作スパイクを発表されてましたけども、スピードポータルかな。で、今履いてるのがこの新しいスピードポータルのスピードポータル1の HGAG ですね。で、今日買ったのが X ゴーストの2かな。の HGAG 25cm、 かっこいいですね。こういうなんかパッと色の目立つカラーのスパイクが好きで、この黄色を買ってみました。まあ2なんで、この中のインソールとかは外れないモデルかな。まあ、重量も、俺はスピードポータルとゴーストの違いなのかちょっとわかんないんですけど、やっぱ重たい。で、スタッドも、こっちが効かないんですけど、こんな感じで、違いはありますね。まあ、これは練習用、もう履き潰すぐらいの勢いで履いてみて、まあ、試合とか、試合前の練習とかはこっちのスピードポータル履いていこうと思います。で、ちょうどこれのピンクかな、ピンクでスタッドが黒いやつ、黒とオレンジのやつもあったんですけど、もう黄色、ナイターのトレーニングとか試合が多いんで、なと思って X ゴールドヒーロー買ってきました。続いてです。はい、次はアパレルです。色売りとしてこういうポロシャツ、この2,500円ぐらいだったかな。で、この3,000円と、それに合わせて、はい、ジャージの上下買ってきました。上が7,000円、下が5,500円、1万2,000円、1万5,000円、あ、多分2万円ぐらいの買い物だったんですけど、あのアディクラブ、アディダスの、会員だったんで、単日オープン12,000円ぐらいで買い物ができました。めちゃめちゃお得で、接客してくれた店員さんもすごくいい人で、あの試着もされてもらって、こっちのポロシャツは M サイズ。で、なんか試着したのちょっとジャージ上下は M だと、なんだ、大きいかなって感じて、そしたら S サイズを
持ってきてくれて、ジャージ上下は S サイズにして、ポロシャツは M サイズ、はい、すごくいい店員さんで、カラーとかも本当は上も黒にして、真っ黒にしようかなと思ったんだけど、グレーとかにして、色の違いを出すのもいいんじゃないですかってことで、すごくいい感じでした。アディダスで揃えてみました。またね、練習とか行くときにこういろいろ着替えて、なんかテンション上げていけたらなと思います。はい、今回はこんな感じですが、また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。